ムンパにしようかな。皆さんなら中で待っていますよ。それじゃあオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。何だ？計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。みんな早いな。でもなんで誰も喋ってないんだ？すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。度胸だな。私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。おいらまで緊張してきたぞ。皆さん、やっと出てきましたね。じゃ、先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。安全には気をつけるから。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなこともわかるのか？私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。おいらちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと私も少し心配です。でもあなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。おいらたちを褒めてくれるのか？本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。おいらたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれからアールムナに残るけど、お前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つ全ての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですからくれぐれも気をつけてください。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから
皆さんの祝福を祈っています。ラジャ、行けると思う。じゃあ準備してくる。ああ、アルハイゼン。別れの挨拶は済んだのか。おう、キャンディスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ、だがもう一度言っておく必要があると思う。これからの計画はおままごとじゃない。絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。それなりの覚悟をしてくれているならいい。おいおい、今は士気を高めるような言葉を言うべきじゃないのか。コブの社交辞令なら今言っただろ。士気はめちゃくちゃ大事なんだぞ。士気はキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら、俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。例えば後方支援に努める者もいれば、前線で戦う者もいる。それぞれの役割を果たすのは間違ったことではないだろう。ない、前線で戦うって言うけど、お前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの分弱な学問を収める者に過ぎない。しかし俺は傭兵じゃないからこそ、比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。よく考えてみろ。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。それに学者も危険な職業だよな。ておい、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから一緒にすることはできない。こいつ、オルモス校の奴らがお前のことをイカレ野郎って呼んでたの忘れるなよ。愚かな者から見れば賢い者は皆イカれている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえばキング・デシェレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか。そこに禁忌の知識のことが記録されていた。そうか、悪くない記憶力だ。禁忌の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ初耳だった。そうだな、学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは禁忌の知識の影響を受けたからかもしれない。しかしこれは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は禁忌の知識の概念をよく分かっていなかったから間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、死域、マリン病、砂嵐、千年前砂漠で起こった禁忌の知識による汚染によく似ていると思わないか。でも死域とか砂嵐とかの原因って世界樹が病気になったからじゃなかったのか。ティナリはそう言ってたけど、あ、もしかして君もたどり着いたか。世界樹が病気になった原因は禁忌の知識の汚染かもしれない。クラクサナリデビがこの状況に対応できる策を持ってるのか。お前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と、世界が私を忘れてって言葉のことか。どうやらクラクサナリデビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。
スメールの問題を徹底的に解決するには、彼女と力を合わせて世界樹を救う必要がある。目的を遂行するために俺は一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ？エルマイト旅団の拠点へ。揃っているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。え、初期官と旅人。進捗はどうだ？ああ、初期官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか？これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか。お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか？ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り、旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか？それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか？そうだ。おいらとても心配だぞ。君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえるけど。なら想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これって読んでみろ。もういいぞ。ただの記録だ。問題はないはず。でも今したことが一体何の役に立つんだ？さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意したのではない。オイラたちのような？忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては、頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし、助けてくれたとしたら、そのまま年月を重ねた君は、何になる？バカ？指令の奴隷だ。
だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ？こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それにプラスの収穫をもたらしてくれることもある。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者ってみんなそうなのか？さて、雑談はここまでだ。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。君たちはキャラバン宿駅に行って次の準備を手伝ってくるといい。ちょっとしたこと？アーカーシャ端末に少々細工する。いい天気だね。日向ぼっこでぼか。計画はそうと決まってただろう。なんだって急に後戻りするんだ。やり方が過激すぎる。犠牲が出る可能性が高い。よく考えたが、やはり納得できない。だが、これが現時点で成功率の最も高い計画だ。マハマトラであったお前なら、長い目で見るべきじゃないのか？そのメリットを見出せないわけではないだろう。確かにメリットは見えた。だからこそ、その裏にあるリスクもよく分かっている。アルハイゼンの計画は、俺が思っている以上に過激だ。え？お前たち、なんで喧嘩してるんだよ。友よ、セノを説得してくれ。こいつ、俺たちの計画に反対してるんだ。会議では、まず解決策をみんなで見出し、具体的な実行については、現地の環境を最もよく知るお前たちに任せると決めたはずだ。だがお前は直接アルハイゼンに助言をもらいに行った。アルハイゼンがこんな助言をすると知っていれば最初から反対していた。俺たちがもう仲間だってことは分かってるだろ。傭兵は互いの友情を大切にするが犠牲も恐れない。そうだな。だが残念ながら今回に限ってはお前たちの理念を認められない。お前は砂漠をよく知っているようだな。旅人、パイモン。このことはお前たちも知っておくべきだ。ラフマンの提案は、俺がマハマトラとしてキャラバン宿駅の衛兵と手を組んでこいつらを捕まえ、スメールシティまで暴走するというものだ。待てよ、衛兵と手を組むっていうのか？忘れたか。俺たちはあの壁を簡単には越えられないんだ。キャラバン宿駅が未登録のエルマイトル団のメンバーをそんなにたくさんスメールシティに行かせるわけがない。俺の提案なら疑いも晴らせるし、一度で多くの人をシティに送れる。これ以外に策はないだろう。なるほど。お前にこれを提案したやつもそう言っていたようだな。これがどんなに危ないかアルハイゼンは知ってるだろう。あ、もちろん。だから、奴はこうも言ってた。安全かつ確実な方法など存在しない。しかし、計画を完成させることだけを考えるなら、この方法は見込みがある。それに、マハマトラのセノと旅人が協力してくれれば、計画の成功率はかなり上がるとさ。俺は人を盲目的に信用しない。何しろ、俺は人を見る目があるからな。奴の言う通り、お前らを信じるのは俺自身の選択だ。俺一人で捕獲を実行するならば、お前たちに怪我をさせないよう力をコントロールできる。だがキャラバン宿駅の衛兵もそうしてくれるとは限らない。よりリアルに演出するためにお前たちは少なからず抵抗するはずだ。その時、怪我や犠牲は避けられない。敵ならここでくたばってくれても構わないが、お前たちは仲間だ。こちらの陣営が
そのような損耗をするのには反対だ。まさかマハマトラ様が俺たちの安否を気にしてくださるとはな。殺し合いの日々を送ってきたが、お前のような奴はあまり見たことがない。俺は仲間に対して常に尊敬と誠意を持って接しているから、こういう重要なことは絶対にはっきり教えてやるんだ。これじゃあ逆に俺の立つ瀬がないじゃないか。なあ、オイラたちも何かしようぜ。そう言うと思った。オイラたちが仲間を少しでも多く倒せば、衛兵が手を出すチャンスは減るだろう。たとえ少ししか役に立たなくても、それでもいいんだ。セノ、兄弟たちを代表してお前の行為に礼を言う。だが今回は後戻りのできない任務だ。確かに仲間は大切だが、俺たちがこれから成し遂げようとしていることの方がもっと重要だろう。犠牲を恐れないのは勝利のもたらす利益を求めるからだ。俺たちの大きな願望をサポートしてくれ。これが砂漠の民のガッツなのかもしれんな。お前がそこまで言うなら俺も反論できない。ただ絶対に心に留めておいてくれ。計画通りに行動しろ。常軌を逸するようなことはするな。キャンディスの言ったように計画を成功させるには身の安全が第一だ。お互いにこの作戦の意義を認めたからには、宗神の信者とキング・デシェルトの信者の間に隔たりがあってはならない。全ての命が大事なんだ。わかった。約束しよう。この願望のために行動スタートだ。衛兵たちは通常隣の中庭に駐屯している。行けばすぐ見つかるはずだ。こんなところに。隠密行動中だ。大規模な犯罪組織を逮捕するために兵を率いてきた。教令院の隠密行動指導条例に基づき、キャラバン宿駅側にも協力を願う権利を持っている。もちろん、もちろんです。瀬野様の命令は教令院の命令ですから、当然ご協力しますよ。しかしこれからどのようなものを捕まえに行くので？相手の人数は？規模によっては上に報告しなければなりません。相手はエルマイト旅団のとある分隊で、規模はオルモス港で活動しているアフマルの目とほぼ同程度だ。教令院内部の物資の盗難と転売に関与している。アフマルの目の規模って？ならば今回の行動は共同逮捕と行くべきかと思います。では一刻も早く報告し、砂漠での武装作戦における高い基準に従って人員を手配せよ。はい、今すぐ連絡いたしますので少々お待ちください。これは外部の者に対する態度だ。お前たちは仲間だからな。お前らよくのんきに世間話できるな。オイラはドキドキしっぱなしだぞ。怖くないのか？もしセロが大マハマトラの仕事を辞めてあいつらを裏切ったってことがここの衛兵たちにバレたら。それにたとえ今の衛兵が知らなくても上司にはもう知らされてるかもしれないぞ。覚えていないか？この件なら会議で議論しただろ。キャラバン宿駅での準備はとても重要だが、心配することはない。衛兵たちはセノが大マハマトラで亡くなったことをまだ知らないはずだ。どうして断定できるんだ？もし万が一のことがあったら。
第一に、他のマハマトラはセノが教令院を出た理由を今も知らない。それはつまり、教令院はこの件に関して何の声明も出していないということだ。第二に、今は教令院の神を作る計画の重要な時期だ。そんな時に大マハマトラの職に動きがあれば、まず疑念を招くだろう。だからセノのことは公開しない方が合理的だ。ああ、俺も同感だ。そして次の問題、アーカー社の予測機能が俺たちの行動に影響を与えるのではないかと心配している者もいるらしいが。アーカー社はまだ作動しているから、俺は警戒しないといけない。いや、むしろアーカー社の能力から考えれば、未だに俺の行動が制限されていないのは不自然なくらいだ。それについてだが、俺はよく考えてみた。今のところ心配する必要はないと思う。覚えているか、最初君がアール村に来た時、行動やルートは全てアーカー社に演算され、グラマパラをさらった奴らに筒抜けだった。だが旅人と合流してから似たようなことは一度も起こっていないだろう。確かにそうだ。だがなぜ。逆に考えてみればいい。どうして自分がアーカー社に予測されると思う。俺のデータがアーカー社に記録されているからだ。ああ、しかし問題の核心は、アーカー社はどこまで人を予測できるのかということだ。君は疑ったことがないのか。どうしてアーカー社がそんなことをできるのかと。アーカー社は全スメールを掌握しているから。教令院では人間の行動は論理的であるという意見が主流だ。記録されたデータを整理して深く分析することで、アーカー社は行動ロジックを導き出し、そのロジックにかなう人の行動を予測している。誤謬を解くつもりはないが、ロジック通りなどと本当に誰でもそのように生きられるものだろうか。喜怒哀楽もロジックの一部だが、毎回の感情が等量であると保証できるか。情緒や観点は 100% コントロールできるものなのか。セノ、君はこれまで単独行動をとっていたから、君の考えに干渉できる人はいなかった。だから君に対するアーカー社の判断は、君の行動ロジックの原理とほぼ乖離がなかった。君は一人で問題を処理するのに慣れているし、果敢で芯がある。君がそうした性格だからこそ、アーカー社は君の予測に効果を発揮できたんだろう。だが君は今団体行動をしている。この団体にどのような人物が含まれているのか、アーカー社はまだ把握していないと思う。つまり俺たちのロジックと思想は集結したものであり、混乱したものとも言える。俺たちとの間に矛盾や対立が生じる可能性もある。しかしアーカー社はその部分のデータを持ってはいないし、過去のロジックに基づいても未来の君を予測することはできない。つまり固定のデータに支配される部分には限りがあるということだ。だから今の君は安全だと思う。理にかなってるな。私も同意見だ。人は生きてるものだが、アーカー社には命がない。命のないものに私たちが完全にコントロールされるとは思わないぜ。そうか。アーカー社には予測できないことがあり、人も過去に縛られることはないということだな。今後の会議では集中してくれ。うん、わかったよ。警戒は怠らないようにな。あ、足音が聞こえてきたぞ。大マハマトラのセノ様、こんなところでお会いできるとはお珍しいことです。大石境エリアの治安の責任者です。ルシェム・バーボとお呼びください。ああ、これは俺の助手の旅人だ。俺と一緒に行動することになっている。隣にあるのは
彼の作業用の機械だ。はじめまして。お会いできて光栄です。あなたの金色の髪はまるで太陽の光のように眩しいですね。そしてこれは不思議な、強霊院のハイテクノロジーでしょうか。先ほどの話だが、結論は深刻な事態ですので、もちろんあなた方に協力します。というより、あなたのようなお偉い方と一緒に任務を執行することは憧れと言った方がいいほどでして。建前はそこまでにしよう。ああ、はいはい。精鋭の正体を率いて俺と一緒に境の東側で隠密行動を行ってもらう。かしこまりました。地図は？早くしろ。地図を持ってこい。2日後、そこでラフマン率いるエルマイト旅団と戦い、奴らを一挙に逮捕する。時と場所、分かったか？問題ありません、セノ様。いいだろう。またその時に合流しよう。はい。オイラ、偉いってのもメリットがあるって気づいたぜ。みんながすごい敬意を持って話してくれるんだ。これらはすべて強霊院の絶対的な権威があってのものだ。そして今、俺たちはその巨大な権力機構に反旗を翻すんだぞ。ちゃんと準備をしろ。2日後には行動開始だ。待った。うわあ、セノ、お前もついてたのか。忘れたのか。お前らは俺の助手だ。助手は俺の後ろについているべきだ。さあ行こう。ダイマハマトラ様、助手様。お二方、早いな。ええ、今回の行動を重視している証です。強霊院に関する重大な事件ですから、必ず全力を尽くします。覚悟があるのはいいことだ。だが、戦闘中も生け捕りにすることだけは忘れるな。転売ルートの鍵は、そいつらの中にある。死んだら、手がかりもついえる。承知しました。皆様、エルマイト旅団一行が西側から等速接近中です。いつでも戦えるよう構えろ。待った。おや、そんなにフィーバーしちゃって旦那様たちは何をするつもりだい。刀だの槍だの、いい商売には見えないな。ラフマン、お前とその一味の密輸転売ルートはすでに強霊院の耳に入った。血が惜しいなら抵抗はやめておけ。お前は強霊院のマハマトラか。わざわざこんなところまで捕まえにいらっしゃるとは。世間話をしに来たわけじゃない。傭兵になってからこれほど温かく接してくれるやつはいなかったな。
お礼に。野郎ども、奴らの血で我らの刀を染め上げろ。エルマイト旅団がどれほど手強いか思い知らせてやれ。頑張るよよ。信頼感度、みんなを守るからね。これで終わりだな。完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイト旅団の傭兵および関係者は全員捕らえました。クソ、送信の犬が。全員くたばれ。くたばるのはお前らの方だ。キングデシェルト様はお前らを呪い、絶対に。黙れ。全員を縛り上げてキャラバン宿駅に連れ戻せ。数えて問題がなければ大マハマトラ様の命令通り教令院まで送れ。はっ。それではセノ様、俺もこれで。もしまたご指示があるようでしたらキャラバン宿駅までルシェムバーボをお尋ねください。ああ、わかった。行っちゃったな。場所を変えよう。一連の作戦は成功したみたいだな。ああ、完璧にこなせた。やったぜ。まあ、ラフマンへのパンチは痛そうだったけどね。俺はこの後キャラバン宿駅に行って監視をする。約束しよう。必ずみんなを無事にスメールシティに送り込む。そうだぞ。お前がいてくれたから今回はうまくいったんだ。まだ祝う時じゃない。今頃リシエがお前たちを待ってるだろう。あいつのところに行ってやれ。ティナリを紹介してくれるのを待ってるはずだ。そういえば計画の全貌をティナリに伝えなくて本当によかったのか。オイラたちを信じてくれなかったりして。俺とティナリは仲がいい。俺からの伝言があれば説得できるだろう。あいつは俺がそういう冗談をしないと知っているからな。助っ人を探すならティナリは最適だ。さあ次の作戦に移ろう。あまり待たせない方がいい。